皆さん健康に不安ないですか？89歳健康なあっこばあちゃんが毎日していること、それを今日は皆さんにこそっと教えちゃいます。それではどうぞ。それはここ、毎日通っているハローカスイミングスクールです。さあそれでは参りましょう。中はこんな感じです。ここで泳いでいます。きれいに掃除されてますね。それでは2階へ。この2階でお母さんたちは子供の泳ぎを見てるのでしょうね。なるほど、よく見えます。おばあちゃん専用に使わせていただいているロッカーのようです。おばあちゃんの番号そもう行ったらすぐこれも出してくれる気も使いやすかった。着替えは終わりました。あら、しまっちゃいました。60まではプールの水に顔もつけれなかったおばあちゃん、水泳の基礎を一から学び、クロール、平泳ぎ、背泳ぎ、バタフライまでこなします。そして今は飛び込みまで。全身で飛び込んでるので水しぶきがすごいですけど、ご了承ください。習い出したすぐは足のバタバタで5メートル行ったとか、やっと息継ぎができるようになったとか、それだけで嬉しそうに電話してきたものでした。懐かしいですね。そうそう、おばあちゃんはターンもこなします。おばあちゃんの拙い泳ぎですが、残りの25メートルを見てください。次は平泳ぎです。あら、おばあちゃんまた飛び込みようですよ。あら、バタフライするの？バタフライと見せかけての平泳ぎでした。うんうん、なんとか進んでます。頑張れおばあちゃん。はい、着きました。それではちょっと休みましょうか。次は背泳ぎです。
いかがでしたか。60歳までアッコばあちゃんは膝が痛く、足が痛い、肩も凝る、そんなおばあちゃんでした。60になってからプールに行き始めて、顔もつきれなく、全く泳げなかったおばあちゃんが泳げるようになった上に膝の痛みも取れました。しかも肩こりも緩和され、やっぱり全身運動をするプールっていいんですね。体重の負荷がかからないから膝にもいいそうですよ。はい、ということで今日はこの辺で、またアッコばあちゃんの元気の秘密紹介しますね。それじゃまた。このチャンネルでは89歳アッコばあちゃんの元気な秘密、家庭菜園、手料理、昭和の知恵など配信しています。チャンネル登録よろしくお願いいたします。